ミクソサウルスは、約2億5千万年前から2億4千万年前に、当たる三条期中期アニシアンからラディニアンにかけて生息していた絶滅した魚流の属。化石は、イタリアスイス国境及び、中国南部から発見されている。ミクソサウルスは1887年に、ジョージ・エイチ・パウアーが命名した。名前は、混合されたトカゲを意味し、これは、 ミクソサウルスがキンボスポンディルスのようなウナギ型の魚竜とイクチオサウルスのようなイルカ型の魚竜とのミッシングリンクであることに由来する。全種の構造がイクチオサウルスのものと異なるため、バウアーはミクソサウルスを親族として命名した。ミクソサウルスには3つの種が存在する。かつてはさらに多くの種がミクソサウルスに属しており、三畳期の魚竜の中で 最も繁栄した族と考えられていたほどだった。当時、ミクソサウルスとして同定されていた化石は中華、人民共和国、ティモール、インドネシア、イタリア、ノルウェーのスピッツベルゲン島、カナダ、アメリカ合衆国のアラスカ州及びネバダ州を含めて世界中から発見されている。ミクソサウルスと人の大きさ比較、ミクソサウルスは小型から中型の魚流であり、 全長2メートルより大きく成長することはなかった。小型種に至っては、全長1メートル以下であった。下にヒレが備わった、長い尾を持つためミクソサウルスの遊泳速度は遅かった、可能性があるが、一方で水中での安定性を高めるための背びれが存在した。ヒレ状の獅子は4本の足指からなり、後の時代の魚流が3本の指からヒレを構成しているのと異なっている。 しかし、特筆すべきことに、通常の爬虫類よりも指の骨は数多くに独立しており、前肢は講子よりも長大であった。これらは後の時代の魚流に典型的な適用である。細い顎には複数の鋭い歯が備わっており、魚類を捕食するのに理想的な形状であった。体と比較して頭部が大きいため基盤的な魚流には似ていないが、 後に出現する進化した魚流とは類似している。腰帯の前方には約50個の椎骨が存在し、これは陸上で生活するそういうの約2倍の数である。長い骨の中に含有される海面骨質が他の魚流と比較して小規模なため、ミクソサウルスは浜辺や浅瀬を生息地にしていた可能性があるという研究結果がある。 ミクソサウルスとして同定されている種は、ミキシソリスコーネリアネスとミキシソリスパンクシャニーシス及びミキシソリスクーンシュナイダーイの3種である。この3種には、類似する特徴が全身の隅々まである一方で、歯の周囲に形態的な主要な相違点が現れている。その例として、上顎の歯溝の存在、歯の形状と大きさ、指列の数が挙げられる。 かつての論文執筆者たちがミクソサウルスに分類していた他の種には、M アッテバス、M キャローエーシュミッツエトール、2004、M ジンバネンシスチェンチェン、2010、M ヤンジュネンシスリューアン、2008がいる。ミクソサウルスコーナリアヌスの復元ミクソサウルス、コーナリアヌスの標本は三畳期中期にあたる、イタリアスイス国境沿いのスイスティチーの州及び、 その州のサンジョルジョ山から数多く発見されており、三上期の魚流としては唯一つながった完全骨格が発見された発見された魚流である。標本はあまた収集されているが、基地の標本はすべて保存の過程で圧縮されているため、研究は十分に進んでいない。ミクソサウルスコーナリアヌスは上速頭窓の拡大に起因する市場量を持ち、 これにより顎の筋肉が強靭であったことが示唆されている。ミクソサウルスパンキシャネシスの化石は三上期中期にあたり中国貴州省に位置する厚く重なった歴史石灰岩と泥灰岩からなる石霊層から発見されている。頭骨の最上部に沿った史上量など標本はミクソサウルス科の主要な特徴を持つことが判明したが、頬骨と 方形方骨への間の外部の接触が存在しないためこれは他の種でも観察できる特徴である。つながった骨格が発見されており、椎骨は上下の高さが前後の長さを上回っている。ジュラキの魚流の椎骨は円盤状であるため、このミクソサウルスパンキシャネシスの脊椎の形状は三条期、前期の基盤的な魚流とジュラキ及び白亜期の進化した魚流の移行段階に、 ミクソサウルスが配置される根拠となっている。ミラノのミクソサウルスコーナリアヌスミクソサウルス、コーナリアヌスミクソサウルス科の魚流の分類学、系統学については活発な議論が繰り広げられており、ミクソサウルス赤及びその姉妹群である、ファラロドン赤に分けられるとする説も登場している。ミクソサウルスには、M コーネリアネスと M.、Uh、M クーンシュナイダー及び M パンクシャネンシスが含まれる。 一方、ファラロドンには、P フロッシュと P キャロウェイ及び P アッテバスが含まれる。短く幅広な上腕骨がミクソサウルス科の特徴であり、ファラロドンの特徴は上あごに歯みぞが存在しないことである。ファラロドンの化石はミクソサウルスの分布した主要な地域で発見されている。M マウテインシス、M ヘルベッティカス、M ティムレンシス、M メジャー、M ティムレンシス、 M ノーデンスキールディは完全に種に分類するには記載が不十分であるとして疑問名とされた。タワラダス・シュミリオ、ミクソサウルス化に含めるべきであるとする意見もあるが、葉の部分しか発見されておらず、属レベルで分類するのは容易ではない。クラドグラムは、モタニ、マイッシュマッキ、ジャン、シュミッツ、ハオサンに基づく。分類群名と俗名は、マイッシュに従う。 ありがとうございます。